生理ン軍はアメリカ合衆国入りの異州の南部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は24,913人であり、2000年の26,733人から6.8%減少した。軍庁所在地はハリスバーグ市であり、同軍で人口最大の都市でもある。生理院軍はアメリカ合衆国で最小の郵便局と最大の ケンタッキーフライドチキンの店がある。軍内の所要名3つの町であるエルドラード、ハリスバーグ、キャリアミルズがアメリカ国道45号線でつながれている。また現在は廃線になったカイロヴィンセンズ、ビッグフォーニューヨークセントラル鉄道が通っていた。セーリーン軍は1847年にギャラティン軍から分離して設立された。軍名はセーリーン側と 軍が始まって初期に塩が生産された泉から取られた。生理ン軍は、インディアン殺害者のジョン・モアドックにちなんで、モアドック軍と名付けられるところだった。モアドックは、少年時代にその家族が虐殺されるのを目撃した、初期開拓者であり、その生涯を通じて、インディアンを待ち伏せし殺害した。初期開拓者の多くはこれを間違ったこととみなしていたが、モアドックはいかなる罪にも問われなかった。 セイリン軍の創設は議論が極端に多いものだった。イリノイ州は当初少数の大変広い軍ができていた。開拓が進むにつれて当初の軍から新しい軍が型通り形成されていった。ギャラティン軍は1812年に設立された初期の軍であり、すぐに15ほどの軍に分割されていき、現在のギャラティン軍にセイリン軍の領域を足したものが残った。 この状態が数十年続いた。オールドショーニータウンは、ギャラティン軍の当初の軍長所在地だった。当時のオールドショーニータウンは、州内最大かつ、商業の中心だった。しかし、軍の東端に位置していた。1826年、軍長所在地は、当時のギャラティン軍の中心に近い新しいイクオリティの村に移された。オールドショーニーウンは、この移転に反対し、 生林軍を分離し、残された軍の軍長所在地のままでいるという方法で、救済を求めた。各して、生林軍を形成するための推進力は、軍の外れに住む開拓者から、生林軍は1847年の衆議会で、発生投票によって創設された。しかし、軍創設を完成させるには、衆議会の3つの法案可決。 イリノイ州最高裁判所の4つの判決、さらに住民投票2回を要した。この論争には、エイブラハムリンカーンなど州内の指導的な弁護士も巻き込んだ。国内最大のケンタッキーフライドチキンの店、ハリスバーグ市にあるアメリカ合衆国国政調査局によれば、軍域全面積は386.78。 平方マイルであり、この内陸地379.82平方マイル、水域は6.96平方マイルで、水域率は1.80%である。生林群の地形は大半がうねりのある丘陵であり、小二国立の森のある丘陵に向かって標高が少しずつ上がっている。生林側が群の中央を流れ、ノース、ミドル、サウスの3つの支流がある。 エルドラードの北には平らな低地がある。近年、群長所在地であるハリスバーグ市の平均気温は1月の下市22度から7月の下市89度まで変化している。過去最低気温は1951年2月に記録された下市23度であり、過去最高気温は1936年7月に記録された下市113度である。 月間降水量は9月の3.04インチから5月の4.98インチまで変化している。人種別人口構成以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。生理院群では石体工業が最も雇用比率の高い産業となっている。群内にはガラティア鉱山があり、州内最大の地下掘り石炭鉱山で500人近い労働者を雇用している。 工業探査産業が別の雇用源となっており、石炭と鉱物の出荷や採掘がある。建設業とサービス業も、軍の工業から恩恵を受けている。その他の雇用源としては、医療、社会サービス、州政府事業がある。ハリスバーグには、イリノイ州ハリスバーグ青年センターがあり、イリノイ州共生省が運営し、男性少年犯罪者を収容している。軍内にサウスイースタン、 イリノイカレッジがあり、ハリスバーグの東約4マイル、修道13号線沿いにある2年生カレッジである。病院としては、ハリスバーグ医療センターとエルドラードのフェレル病院がある。公共健康サービスは、イジプシャン健康部が管理している。公共輸送は、ライズマストランジット地区とハリスバーグタクシーが担当している。生理院群は、下記13の軍区に分割されている。 ありがとうございます。